ボートレース都のボートボーイカップシリーズ初日も終盤戦に入ってまいりました。11、12は得点増しポイントアップのレースです。迎える11レースは特別選抜戦です。さて、ここも枠なりでしょうか。そして風が今日は後半終盤に入りまして少し追い風が出ております。今風はそれほどではないんですが、波が5、6センチぐらい、沖合は少し白波を立っているようです。どうやら枠番通りで確定ホーム側に入ってまいりました。インコースには1号艇岡山の山室信弘、2コース2号艇地元滋賀佐竹恒彦、3コースに3号艇佐賀松江秀則123、4コース4号艇福井下出拓也、5コース5号艇香川の片岡正弘、大外6コース6号艇埼玉の大沢博夢です。進入される3対3、ここはまずインの1番の山室、前半は4着でしたので、その巻き返しなるか。2番の佐竹は今日オープニングレース第1レース1号艇で期待に応えて白星発進です。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第11レース特別選抜戦、1秒前スタートしました。2点、そして4カード4番の下出がいいスタート、4カード4番下出が1人2人3人と一気にまくってきました。4番下出が先頭でバックに入って、そして2番手以降が接戦か、2番手は5番の片岡優生、そして後ろ3番手が外から6番1番さらに2番と、ここ3人並んだ3番手争いが焦点のようです。しんがりが3番の松江秀則、スタートは正常でした。第2ターンマーク4番の下出から、そして5番の片岡を内から張っていった1番の山室ですが、2番手は辛くもキープ、5番の片岡、しかし内から6番、そして1番の山室を粘って、ここは5番6番1番と三つ目2番手争いか。2番佐竹少し遅れを取って現在5番手まで後退です。2周1マーク4番の下出から、そして注目2番手は6番5番並走状態です。後ろ1番2番少し水あくらえました。5番の片岡、6番の大沢博夢、この両者が2番打席。現在5番の片岡少しリードを取りまして、4番5番6番で2周第2ターンマーク、外枠勢が現在上位を形成しておりまして、4、5、6の順で折り返し、2番の佐竹は4番手浮上、1番山室は5番手まで交代です。しんがり3番の松江、4番5番6番で最終周回入っています。まず4カードから0台の前半から中盤のトップスタート、4番の下出、下出がまくっていきましたが、そして2番手以降が接戦、混戦模様から5番の片岡2番手、3番手6番の大沢博夢で4、5、6の順で、どうやらこのまま残りあと半周ゴールを迎えるかというところ、最終第2ターンマークへ向かっています。4番、5番、6番と外枠勢がそのまま上位を形成して最終直線コースへ帰ってまいりまして、まもなくゴールを迎えます。まず先頭4番の下出拓也が五輪今日連勝、2番手5番片岡、3番手6番の大沢博夢、そのあと2番佐竹、1番山室、5番手最後3番の松江がゴールいたしました。以上、混戦の第11レース特別選抜戦でした。